白杭三国同盟反対に始まる山本五十六の反戦運動を支援した名優、それが海軍サンバガラスの一人、米内光政である。日本の敗北が見えてきた中、そんな米内が与えられた役割は海軍大臣として終戦工作に携わることだった。日本の存亡の時にあたり、米内は自らの手で帝国海軍74年の栄光を葬り去った。一億玉砕よりも未来ある敗戦にかけて、実際に交戦派からは命を狙われるようなこともあった。しかしこの頃の米内は命をかけて終戦に導こうという意志が強く感じられる。ともかく戦争は終わった。宮中に召された米内は昭和天皇から、米内には随分と苦労をかけため、それがこんな結末になってしまって、米内はだいぶ体が弱っているようだから健康にくれぐれも注意するように、これは私が今さっきまで使っていた品だが今日の記念に持ち帰ってもらいたい、として庭の丹頂鶴に菊の小枝をあしらった硯箱を直接手渡された。廊下へ退出するなり、米内は声を殺して泣き出したという。